イゲルドケーブルカーは、スペインバスク州ギプスコア県産、セバスティアンのモンテイゲルドで運行されている、ケーブルカー。1912年8月25日、スペイン王アルフォンソ12世の妻、マリア・クリスティーナによって、イゲルドケーブルカーの運行開始が宣言された。スイスベルンにある、フォンロール・フォンデリー社が設計を担当し、風光明媚なモンテイゲルドへのアクセスが容易となった。 イゲルドケーブルカーはバスク地方で初めて運行されたケーブルカーであり、スペイン全体でもバルセロナのティビダボさんにあるケーブルカー、同じくバルセロナのバルビドリエラにあるケーブルカーに次いで3番目に古いケーブルカーである。3年後の1915年にはビルバオのアルチャンダさんでアルチャンダケーブルカーが運行を開始している。 麓のラオンダレータ海岸とモンテイゲルドの山頂を結んでいる。山頂には展望台や遊園地などが設置されており、山頂からはサンセバスティアン市街地やラコンチャワンやサンタクララ等を見渡すことができる。遊園地にはメディーゴーラウンド、足こぎボート、汽車など様々なアトラクションがある。山頂にはホテルメルキュールインテイゲルドがあり、山頂では結婚式、生産式、 コンサートなどが行われることもある。山独のラオンダレータ湾岸には彫刻家のエドアルド・チリーダによる風の串が設置されている。山独駅と山頂駅の高低差は162メートル、路線距離は312メートルであり、平均車道は48.39%、最高車道は57.90%にも達する。二両編成の車両が、 中間地点の三木地外設備を備えた単線の線路を約3分で登る。運行間隔は15分おきである。片道料金は大人1.7ユーロ、子供1.3ユーロ。往復料金は大人3.1ユーロ、子供2.3ユーロ。ペットや自転車などの特別料金は3.1ユーロ。山頂の遊園地古いポストカード。ありがとうございます。